おざっす。ナイス。まあ、今回なんですけど、はい、なんかまあ、塗装の職人とか、まあ、なんていうんですか、営業さんが、はい、ここちょっと足場組めないとか、ここ塗装ができないとかっていうので、まあ、僕もちょこちょこ現状行ったりするんですよ。はい、いや、ちょっと組めないと思うんですけど、ちょっと見てもらってもいいですかとか。ああ、なるほど。なんかダメ元で。とか、まあ、いざ現場に行ったりとかすると、なんか本当はまあ、組まない予定だったところが、まあ、全然僕らから見したらね、はい、あ、全然組めますよ、みたいな。ああ、なるほど。まあ、僕も見に行ってないんで、はい、まあ、見に行かずに、まあ、ぶつけ本番で、まあ、その図面とか、ね、写真渡されて、まあ、ぶつけ本番で本当行くと、まあ、全然組めますと。はい、いうところがまあ多々あるんですよね。はい、あ、狭いところとか。そう、狭いところとか、はい、で基本的にまあもうその狭いところって、はい、まあ、みんな本当にもう40センチ50センチないと無理とかって言うんですけど、はい、別にそんなことないんですよね。空中で別に敷地から外に出せたりとか、はい、あとはまあ30センチでも別にやり方によっては組めれるし、あとはまあその25センチって言ったら俺の腹ダメなのかな。25センチある？30センチぐらいね。30センチはねえだろ、さすがに。お前僕らだってマックスだって20何センチ20数センチ、はい、え、それあれですよね。でも塗装の職人も入る。そう、塗装の職人も入る。じゃあミシュランとか。うん、ミシュランとか、リュウジ君は無理だよ。僕段取り組んどるんですけど、はい、まあ、ちょっと話してるけどね。段取り組んどって狭い現場をたまたまリュウジ君に行かせると電話かかってくるのね、朝。俺入れんだけどどうしたらいいの。まあ確かにな。だからまあ今回はちょっとそっち系の、まあ、動画の話をできたなと思って。こっち側なんて言って、うわ、パッと見て、めちゃめちゃ狭いじゃん。はい、僕多分足場職人じゃなかったら多分、いや、こんなの組めないですよとか、こんなの塗れないですよって思っちゃうもんね、普通に考えたら。まあ、お客さん側の目線からして、ね、35センチ壁までが、はい、でジャッキ分まあ引いたとしてもね、8センチ27センチしかない。でもそのた足場もさ、こうやってセンターにして真ん中に板をかけりゃ全然隙間が空くもんで、ローラーも転がせれるし、そもそも三角、そうですよね、そうそうそう、その間、はい、でもうこうやって上にまあちょっとまあ張り出しちゃうんだけど、まあ、これはもうちょっとお隣さんに行ってちょっと空中で越境しちゃうもんでっていうことを、まあ、ある程度最初に伝えとけば別に組めれることはできるんですよ。はい、じゃあいきなり、じゃあ例えば現場にパーンって来ましたっつって、あ、やばい、これ外出したら一応組めますよっつって、はいはい、って言ってもいきなりじゃあね、お客さんがおらん状態で隣のお客さんね、はい、それをやってしまったら、例えば隣のお客さんがじゃあ帰ってきました、なんで空中で出てんのっつって、はいはいはい、すぐバラしてってっていうことも多々ありますからね。 あるんですか、それ。あるある。まあ、俺らはないけど結構聞くよ、そういう話っていうのは。だって勝手に敷地に入っとるわけやん、はい、不法侵入と変わらんぐらいのレベルでしょ、勝手に人の敷地に入っとるんだもんで、はい、なんであらかじめ事前にその空中でちょっと出させてくださいとか言っとけば、普通に組めるものを組めないと思って、いざまあね、僕らがじゃあ行きますってなって、で行って、いや、こっち組めますけどどうしますってなりゃ、やっぱり組んでほしいわけじゃないですか。そうですね、やっぱこんな3面だけじゃ塗装して、はい、でここ1面はそのままにしとくとかって、はいはい、なんか嫌じゃん、はい、なんか俺らも嫌じゃん、なんか、まあね、あ、俺らが組めなかったから塗装できなかったんだとか、申し訳ない気持ちが出てくるじゃん、なんかそこら辺が。なんでやるんだったらもう全部綺麗にしてあげたいから、俺らもこういう狭いところでも組むよ、ね、結構うちの営業マンでもあるんですよ、狭いところでも無理ですよみたいな。そうそうそう、はい、で一回でもそれ俺やっちゃったら図に乗っちゃうからね。十何センチも組めますかって。いや、十何センチはさすがに組めないですよ。だこの縦地が動かんからさ、こうやって、はいはい、ね、これがこう横にずれたりとかできればいいんだけど、はい、これよりもうちょっと狭いところとかでも、もう縦地入るとさ、こう人が例えば本当にもう35センチで隣の壁と隣の壁がつら、はいはい、つらつらで上までゾーン立ち上がっとったら、こうやって空中では張り出せんわけじゃん、はい、今こうやって空中で見てこう出てるけど、はい、こうやってね、はい、この分が。だけどそういうこともできないわけじゃん。そうですよね。そうするともうこの縦地ってやつを真ん中に立ってこないといけない。だけど縦地を真ん中に立てると遊びが10センチぐらいしかないから、10センチの間なんか人なんか入れんじゃん。はい、ではそうすると例えばまあ長さにもよるけど、まあこっちだけパイプで組んだりとか。ああ、もう足場。このそう足場をもう6メーターぐらいズドーン飛ばして向こうまで。はい、で真ん中に1本立てて。はい、でまた向こうにズドーン飛ばして、でそこからは普通に足場組んでくるみたいな。へー、そうすればこの縦地ってやつが真ん中にしかなくなるから、はいはいはい、両サイドから入って塗れるんだよね。そう、縦地が邪魔にならんじゃん、はい、だから30センチの間は人が入れるじゃん、はい、まあまあまあ俺ぐらいだけどね、30センチの間入れるの。だからこういうところはもう工夫しちゃ全然いける。だって勝手に答えるんじゃなくて、なんていうの、まあ一回やっぱ本当に連れてった方がいいよね。
そうですね、その職人とか、まあ、職人のね都合もあると思うもんで、はい、何とも言えないけど一回連れてってみて組めるとか組めんとか判断した方がいいし、はい、お隣にじゃあ敷地借りれるか借りれないかっていうのも確認した方がいいし、はい、反対側もあるんだよね。反対側こうなんかあのトリカのトリカとかがある家とかあるよ。トリカとか波とたん日差しみたいな、あーはいはい、こうやってこういうやつこういうやつ、はい、こういうやつね、こういうのも、はい、あんま業者がいないと外せなかったりとか、まあそうやってね、まああのまあ言いがちだけど、はい、皆さん、まあ正直別に誰でも外せます。このそうそう、こんなのトタンとか、ポリカとか、これだって、今撮ったんだけど、こうやってさ、フックになってて、はい、このネジをさ、ネジを取って下からこの棒があるじゃん、はい、トタンをつけてこの棒にフックをこうやってかけて、あと上からネジで止めるだけなの。あ、そう、へぇ、時間かかるかもしれんけど、慣れてないときは、はい、でも単純じゃん、はいはい、で、結構なんかあの塗装屋さんとかさ、まあ足場組んどって、いや、ここ外してほしいんだよねとか、まあ俺まあ正直もぶっちゃけ言う、誰でも外せますよって。誰でもそれわざわざ汚いじゃん。誰でも外せますよって言ったりもするけど、うちらは逆に言ったら職人が外すようになっとるじゃん、はいはい、だからもう営業マンとかもトタンとかフェンスとかもバリバリもう何十枚でも普通に、あ、大丈夫っすよっ、うちの足場が全部食っていくんでとか、もう簡単に言うけど、はい、まあ全然まあいいんすよね、時間があれば、はい、だけど他のところって逆にあの業者頼むぐらいなの。そうなんですか、わざ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 業者頼む、だその分やっぱり取られるわけじゃん、そうね、お金っていうのは、はい、だからそこなんかもうすごいもったいないじゃん、自分たちは本当はできるのに、はい、だからそこまでやっぱ時間ね割きたくないとか、まあそういうことがあるかもしれんけど、だけどやっぱり自分の外したいところも外せれるし、はいはい、自分の好きなように外せれるもんで、職人としても多分楽だと思うんだよね。であんまりその元請けさんとかでもやっぱりその、まあ、1枚2枚3枚4枚です、その枚数で変わったりとか、はい、まあ、半日終わる仕事だったらいくらですよっていうので外す業者もお金が変わってくるんだよね。そうすると俺らからしたらもうじゃあここ全部外してくださいの方が楽なんです、すごい、はいはい、ね、どんな風になってもいいから。そうですね。だけど例えばじゃあこことこことこことここ外しとくねって言われて、はい、違ったらどうするの、あ、ね、自分でまだ結局外さなあかんわけじゃん、はい、だったらまあ多少なりともやっぱね、まあ、1枚いくらって言ってね、まあ、そんな別に業者が取るような金額じゃないけど自分たち外してった方がいいと思う。で、これに対して、まあ、飛び飛びで今めくっとるけど、そこに、もう一応木板持ってきてるもんで、木板流して塗装してもらうような形。あ、そうなんですか。そうそうそう。で、外に足場組んどきゃさ、外に落ちてくことはないじゃん、木板が。はいはい。足場にかかっとけば。はい。なので、まあ、そのために木板持ってきてるのってもあるんですよね。へぇ。だ狭いとことか、やっぱポリカが多いとこ、ね、トタンがあるところ、できないとかって思っちゃうけど、全然そんなことないから。まあ、やっぱそれなりにちょっと時間かかっちゃう。かかっちゃうけど、別に、なんちゅうの、何ちゅうんかな何ちゅうんかなやってけんことはないから、はい、どうせだったら自分たちで俺はなんかやった方のが楽だと思うんです。まあ、コストカットにもなりますもんね。そうそうそう、わざわざ業者は。でもそれがさ、例えば知れとる枚数だったらいいよ、はい、俺もね3枚4枚あ、はいはい、で10枚20枚30枚になってみ、あ、確かにそれはちょっと偉いよね。だってそれでも1日取られちゃうから本当に。あ、そう結構かかるんですか。かかるかかる、もう20枚30枚とか別日で行ったりしとる時もあったもんね。へえ。別日にじゃあちょっともう今日は直せないもんで20枚30枚あるんで別日にちょっと2人で1日入らさせてもらいます、全然あったもん。そうまあ、最近はもうそこまで来ると大工工事だもんで、その大工さんに頼みなさいって俺も言うね。大工さんの方が多分早いもんね。まあそうですね。そんなこと言ったら。3、4枚外すんだったら多分俺らの方が早いかもしれない。だって大工さん呼んで、ね、その手間がないわけじゃん、はい。営業が無理とかっていうのは、なんかね、まあ今日のテーマがあれじゃん。営業が無理とか塗装屋が無理とかじゃん。はい。結構なんかあるよね。瓦割ったらかんとかさ、ポリカ割ったらかんとか、波とたん割ったらかんとか。はい。まあ正直ね、結構無理難題言ってくるんですわ。そうなんですか。無理なんだ言ってくるね。これトタンめくらずにできますかとか、いやできんことないよ俺らからしたらできんことない、工夫しやね、はい、何でもそうだけど下から補強ついてトタンの上にね、でその上に足乗っけてったりとかできるんだけど、はい、こういうところだ、はい、こんなところに足乗せれんでしょって多分みんな思うじゃん、はい、だから全然乗せれるんで別に外さんでも。へえ。向こうをこう突っ張るのにこうジャッキでこう巻き白があるんで、このジャッキですかね、これ全く同じやつ使ってるんですよ。ただまあ今回別に外していいよって許可があったもんで、まあそっちの方がやりやすいからね俺らは、はい、外させてもらってるだけであって全然ここ開けてくれとか全然あるからね。そうなんですか。だけど営業サイドはまあ無理って思うやん、はい、
でお客さんもそこでやっぱ言えないわけじゃん。あ、そうですよ ね本当はめくってほしくないけど、はい、営業生でもこうめくらな立てれないっすよ。あで、うわーみたいな、なんかで、なんかその嫌な気持ちになるんだったら、はい、いっそのことは足場の職人呼んでとか、その一回相談してとかだったらそこの時点でわかるわけじゃん。はいはい。これ外したくないんだけど、その外さんでもいけるかな。たまにちょこちょこあるね。これ、え、外さんでもいけたのとか、あ、全然いけますよ、これ、とか。へぇ、全然ある、全然ある。やっぱ、あれっすね、その現場出てる人と出てない人の、そうそうそう、まあ、差ではないけど、うん、やっぱ知識じゃない、知識じゃない。まあ、そうですよ ね知識は別に誰にも取られんもんね。はい。それだって知識っていうのはさ、持ってれば持ってる方が強いんだよ。何ちょっと、趣旨変わってきてごめん、最近俺その動画で見たから最近めちゃくちゃなんか経営者みたいな動画見とんだ。社長でいいっす。それで知識があって全然別にあの工夫してできるの、はい、何でも、まあ、それは例えばね、この波トタンがあって、はい、100m も足もつかんといてくれとかさもうそういうのはね、でもできる方法あるんだよ別に。あ、そうなんですか。そう、 100m 上に別に足つかんといてとか、下からも補強入れんといて、まあ、壁がさ、コンクリートとかだったら別にできる方法ある。はい。だからその工法のだけ、工法だけだもん。ああ、はい、はい。そうそう、別にできんことはないもんで。ただまあそれが、例えば木造の家だったらそれはできないですよとかっていうのあるけど。はい。だけどまあ一回まあ相談しちゃいいんじゃないと、なんか思う。あ、決めつけるんじゃなくて。そうそう、決めつけるんじゃなくて。ね、そんな感じだと思うで。そんな感じですか。そんな感じだ。どげんかせんといけんと。じゃあ次行ってみましょうか。まあ次は、ね、屋根ね、瓦ね、はい、こうやってやっぱ足場をつくわけじゃん。はい。で、足場をついた時にさ、割ったりとか割れんかったりとかある。はい。極力まあ俺らもさ、割らないようにはね、しとるんだけど、はい、やっぱりさ、基本的に割れるところってまあこう、他のところだったら思いっきりバーンってやったら割れるけど、はい、本当に別になんか普通に乗っとる分には別に割れないんだよ、瓦って。あ、そうね。へぇー。あともね、こう変なとこ乗ったりね、こういうとこ乗ったり、そういうとこ乗っちゃいけないんですか。こう思いっきり乗って力、体重かけれたりすると割れちゃうんだ、はい、あ、そうなの。それで逆にこの、なんていうの、へこんどる分、はい、こういうところ乗ってかなかんだよね。へぇー。足場の下って分かんないわけよ、バラしてみないと。これギアジャッキって言うんだけど、これの下って分かんないわけで、見えないわけじゃん。はいはい。だけどバラすと割れとる時とかあるの。あ、そういうことですか。そうそう。で、別にさ、その責任は別にね、どこに責任を割りするかとかじゃないんだけど、はい、ね、塗装屋が割ったんじゃないの、足場屋が割ったんじゃないのだけど、でもそんなやっぱ無理なさ、乗り方とかしたりとかすると、はい、すぐ割れちゃうんだよ。へぇー。だからもうそこは俺さ、前もってさ言うんだけどさ、やっぱみんなさ、まあ、瓦は割れないもんですよと。そこも俺無理難題だと思うんだわ、塗装屋さんとかの営業とかがね。いや、そんなもん割れるじゃんって普通に乗っとって、まあ、付き物って付き物みたいな。そうそう、付き物じゃん、はい、だからそれは別にさ、いいやいいんじゃないってなんかその、よく見せようじゃないんだけど、別にさ、行ったら分かってくれるわけじゃん、はい、だって俺だってその、絶対にいや、それはないですよって言われて、はい、もしね、例えばじゃあ、なんか商品買ったとしてね、はい、例えば、まあいいや、この足場のハンマーでいいや、はい、いや、足場のハンマー買いますって言って、はい、いや、絶対割れないですよ、絶対折れないですよって言われとって、はい、折れたらさ、まあ、怒るわけじゃん。そうですね。どんだけ使っとっても、はい、でもそういう時に限ってもう何年使ってますかって、2年使ってますって、いやそれはもう経年劣化で折れますよって、だったら最初に言えよって話じゃん、はいはい、その折れないですかって言った時にね、変わるでも割れないですかって言った時に、いや割れちゃいますやっぱりどうしても、そういう時はありますよって割れちゃったりとか折れたりする時は、はい、なんならこういうハンマーでも1ヶ月折れたりする時あるね。あ、そうなんですか。なんでその何がいいか 何が悪いか分からんんだよ。だって瓦も一緒で、結局そのさ、別にそこを最初に言っとけばいいと思うんだよね俺は。はい。で、無理なんないで瓦も貼らんといてくださいね、割ったら、え、マジ割ったんすかみたいな。だったらお前最初から用意しとけよって俺は思う。すげえ。で、お客さんにちゃんと言ってさ、そこは説明して、はい、いや瓦って割れるもんなんで、やっぱ割れるもんなんでじゃないけど、やっぱ人が歩いとっても割れたりするときあるんだって、瓦って。普通に歩いとっても、はい、やっぱりその瓦のあのね、形でもその素材でも違うんだけど、はい、まあ、これは俺も、まあ、ずっとやっとって、まあ、この瓦は割れにくい、すごい、はい、この瓦はすごい割れにくい素材なんだけど、はい、あのマットなさ瓦とかって結構割れやすいんだよね。だからこれって中にさ、あの和風の家だからさ、なんかこう土が入ってるの、へえ、その粘土みたいな、こう、はい、だって割れにくいんだよね、はい、で他のなんか洋風な家の瓦とかって中何も入ってないの。あ、そうなんだ。何も入ってない。だから3ギガ売ってあって、その3ギに対して釘打っとるだけだもんね。はい。すぐこの真ん中とか乗るとパキッとこうやって割れるんだよね。へー。だったらそれだったらもう俺はもうなんか最初にもうお客さんに行って、
瓦って結構割れやすいんですよ。だからまあそのもし割れた時に万が一のために一応瓦は予備で用意しておきますんでぐらいのこと言っとけばさ、ほな瓦なんか1枚何百円じゃん、はい、100円200円のもんだからさ、それだってお客さんが喜びは良くないって俺思う。そうですね、そうそうそう。ただもうあとお客さんが持ってたら出してもらうとかね、やっぱそこはなんか持ちつ持たれずじゃないけど、だから大事じゃない、まあ、そこら辺って。そうですよね、うん、はいはい、うちはでもそうしてるんで、今瓦をもう予備で入れとる。逆に工事が始まるときに予備で5枚とか入れといて、はい、まあ、割れたらそれで差し替えていくみたいな。で、まあ、余ったらもうお客さんにそのままあげるってね、まあ、次の工事のときにまた取っといてくださいとかさ、はいはい、だってそれでもだって何百円だもんね、はい、行っても数千円だからさ、はい、やっぱそういう風にしていけばいいんじゃないかなと僕は思います。ドルルルンなんの、で最後なんか最後ちょっとね違ったねなんか営業とか塗装の職人が無理だと思うことを、まあ、足場の職人がね工夫したらできますよみたいな感じのことだったけど、なんか最後違ったね。もしかしたらないことになってるかもしれないですね。最後持論だったから俺の最後俺の持論だったわまあということで、まあ今日は、まあ、最初の2つぐらいかそうですね、でダメになると、はい、塗装職人とか、まあ、営業がね、まあ、無理だと思うことでも足場が組みや塗装もできるし、だってコーキングもできるしって感じだと思うんだよね俺って。だってまあ足場が組んで作業所さえ作っちゃえば作業はできるもんで、はいはい、だってまあ一番が、まあ、まあできないと思われてる職種がやれること。でそのためにはやっぱりその自分で分からなければさ、その自分で判断しちゃうんじゃなくて、そのやっぱり連れてった方がいいと思う。あその職人とかを、はい、まあ、時間合わせてでも、でも連れてった時に初めて分かるわけじゃん、はい、これ組めるんだ、そうです、ね、それが組めるからってじゃあ次同じような現場が来た時に組めますかって言われたらそこは分かんないもんで、そこはちゃんとまたね現状に行った方がいいと思いますまあそういうことで、まあ、今日はためになったでしょうか。なりました、なりました。では知りましょうかチャンネルではチャンネル登録といいねよろしくです。またみんな。